ももちです。ピピピス。動画見てくださってありがとうございます。今日の動画は、なんと、グレールの冬の新作を大量にご紹介したいと思います。しょっぱなからめっちゃ可愛い新作ゲットできました。ニットに、ベストに、ボトムに、ブーツに、みんな買ってないの本当に損だよっていうぐらい、めちゃくちゃ当たりのグレールの大量購入品紹介になります。ぜひ冬のね、お買い物の足しなどに参考にしていただけると、すごく、すごく、すごく嬉しいです。それでは早速動画、いくぞ。はい、ということで早速やっていきたいんですけれども、そうだ、これから動画始まる前にこれを言おうと思ってて、まだチャンネル登録をしてない方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録ボタンをポチッとお願いしますっていうのをちょっとこれからみんなにちゃんと言っていこうと思って言いました。ということで早速やっていきたいんですけれども、まず一つ目はもうマジで可愛い、これベストと中のニットもめっちゃくちゃ可愛いし、ショーパンもめっちゃ可愛いし、ブーツもめちゃくちゃ可愛い。それぞれ多分3色ぐらい全部ゲットしました。もう超可愛いので全身コーデで全てご紹介したいと思います。商品クレジット、まずはこのモコモコのベストはこちらでございます。じゃん、これは私今回こちらのベージュとブラウンとブラックと3色ゲットしたんですけれども、全部マジで当たり、もう素材感もしっかりしてるし、首周りのこの空き具合もベストです。中のニット、こちら商品クレジットこちらでございます。じゃん、4色ゲットしました。グレールのねこのニット、今回他の種類あと2種類ぐらいゲットしたんですよ、めちゃくちゃ大量に。だけど結局このニットが一番可愛かったから、厳選してこちらのニットをご紹介します。で、ニットパンツの商品クレジットこちらでございます。4年5年前ぐらいに流行った記憶なんですけど、ちょっと最近韓国で意外とこうスウェットにニットパンツとかがまた流行ってきているので今回ゲットしてみました。で、ブーツの商品クレジットこちらでございます。これ履き心地よくって足漏れるのでご紹介します。じゃん、全身で着てみるとこんな感じでございます。こんな感じでございます。こんな感じでございます。まずトップスなんですけど、こんな感じでね、結構肉厚なモコっとした素材感になっているんですけど、私的にこの首周りの空き具合がね、顔を小さく見せてくれる空き具合でちょうどよかったです。ポケットがついていて、先はお尻まで隠れるくらいになっております。で、ブーツね、履いた感じ結構しっかりヒールはあるので、太もも細く見えて漏れるかなと思います。ニットめちゃめちゃ可愛いんだよね。じゃん、形が本当に神。2、3年ぐらいグレールやってきた中で一番当たりかなと思うぐらいこのニットがめちゃくちゃ当たりでした。若干パン丈なんですけど、そんな短すぎなくって、お袖のたっぷり感がすごいちょうどいい。このね、燃え袖なんだけどダルダルすぎない感じとか、首周りの空き具合が本当にちょうどよくて、このタートルがちゃんと立ってることによってね、すごく細身にするのが可愛いです。で、パンツはウエストまでピタッとしてるんですけど、意外とねゆとりがあります。私がカスタネっていうブランドでね、アパレルスタッフをしていた時に、こういうニットにニットパンツにブーツっていう、こういうスタイリングすっごくトレンドになったんですよ。まあ、ちょっとこの数年下出てたかなとか思ったんですけど、なんか戻ってきた感が私はあって、今回ゲットしてみました。じゃあお次2色目、全身すべて色違いでご紹介します。じゃじゃん、2色目着てみました。さっきのダウンの黒にニットがね、グレーブルーっぽいカラーにニットパンツも黒、ブーツも黒を合わせております。はい、全身着てみるとこんな感じでございます。ベストは本当に真っ黒っていう感じで一番使いやすそうなカラーになっております。ニットパンツもやっぱりブラックは締まって見えるし細身するなっていう印象です。個人的にこの丈感がすごいお気に入りですね。短すぎず長すぎないので足が一番細く見える丈かなと思います。で、このねグレーのニットがめっちゃ可愛くって、色味がねブルーグレーっぽい感じで、これ前後ろ逆じゃねちょっと待って、え、気のせい、あ、前後ろ逆でした。なんか最近グレーにハマってるんですよ。グレーって絶妙に女性らしく見えるけど、カジュアルさも残しつつみたいな、なんか絶妙なカラーがすごい好きなんですよ。だから結構この色推しかもしれないです。で、次3色目はブラウンの着てこようかな。全部ブラウンの色を合わせてきます。じゃじゃん、全身ブラウンカフェです。ベストこんな感じなんですけど、私3色の中で一番ブラウンがお気に入りで、色めちゃくちゃ可愛くない？こっくりしすぎじゃないブラウンの感じが可愛いなと思って、こういう多分モコモコのベスト系ってこっくりしすぎてるブラウンとかだとちょっとメンズライクっぽく見えるのかなと思うので、これぐらいのカラーが女性らしく着れていいんじゃないかなと思って。
思います。で、ニットがほんとめっちゃ可愛いから、みんな見て、ブラウンと白かな、糸が織り込まれてるタイプになっています。まあ、結構一番大人っぽく着れるカラーなんじゃないかなとは思いますね。ニットパンツのブラウンはこんな感じになっております。これはちょっと赤みが強いタイプのブラウンかな。マジで今の参考で全部色違いでほんと可愛いし、てかこのニットがマジで首が細く見えるのが本当におすすめです。次、お次はこちら、じゃん、キリマルが着てそうコーディネートです。これめっちゃ可愛いです。キルティングのアウター欲しかったので当たりです。まずはこのキルティングのアウターの商品クレジットこちらでございます。じゃん、グレイルのそのサイトで見た時から絶対当たるなと思って、今回黒と2色注文しました。背中のタートルネックの商品クレジットこちらでございます。今回 YouTube ではちょっと尺的な問題があるので1色2色とかしか紹介できないんですけど、実は7色ぐらい頼んでて、そのいっぱい頼んだ中でこの色が可愛かったって色を厳選して紹介したいと思います。で、スカートの商品クレジットこちらでございます。厚手で形綺麗でめちゃくちゃ着やすかったです。はい、全身着てみるとこんな感じでございます。こんな感じで、てかこのキルティングのアウターがめちゃくちゃ当たりです。丈感もすごいちょうどいいし、首元の開き具合もベストだし、袖の長さもいいし、この価格だからこそこれぐらいの生地感で一番ベストっていう感じです。まあ、ただね、もうちょっとモコモコ感欲しい方はもうちょっと高いの買った方がいいと思うんですけど、私は今年の秋冬はまあこれでいいかなって思います。そして中のニットこんな感じなんですけど、これはね、私去年も多分ねゲットしてて、毎年グレイルのこのハイネック系毎年ゲットしてるんですよ。ちょっと言葉おかしかったけど、色味がすごい可愛いの、ちょっとくすんでて着やすいみたいなイエローなんですけど、まあ、ただちょっとねグレイルのこのニットの難点としては首が結構ピタッとしてるのね。折るとなんか長さ折るのもちゃうし、伸ばすのもうんみたいなとこがあるので、私ね骨格ストレートで首が短いのよ。だから多分こうなってて、詰まりと自分の首の短さとこの丈が気になるかな。でもそんなのも気にしなきゃいい話なんで、結局ね私はもう開き直って気にせずに行きたいので、もう全然行きます。まあ、結構ねシルエットはぴったりしてます。ぴったりしてるけど胸元のここら辺とか首元とかは結構余りがあるので、そんなに超ピチピチのニット感は出ないかな。次、もう一色タートルで可愛いなって思う色があったので、それと一緒にアウターとスカートも色違いを着てまいります。じゃじゃん、色違いでございます。もう個人的にこのね若草色っぽいこのグリーンのタートルが鬼カワです。緑のカラーはこんな感じのヨモギっぽい感じのカラーです。これぐらいくすんでる系でも今年は可愛いなと思って今回ゲットしてみました。やばい、さっきスカート白履いたのに紹介し忘れちゃった。ごめんみんな、ちょっと今しますね。スカート履いてみるとこんな感じで、全身結構形がすごい綺麗なんですよ。ウエストがぐっと絞られていて、で A ラインでシュワッと広がるシルエットになっていて、で素材自体にちょっとねこう柄っぽい感じで線とか入ってるので、生地自体が結構しっかりしているので裏地とかはついていないです。でそしてこのキルティングのアウターの黒ね、こんな感じです。やっぱキルティングのアウター着るとほっこり系に見えて可愛いよね。黒はでもやっぱり使いやすいと思いますね。デニムとかで合わせてカジュアルに着たいなって思います。次、お次はこちら、じゃじゃん、ニットとグレイルで久々にデニムをゲットしました。またこちらも全身コーデ組んだのでご紹介していきたいと思います。まずはニットの商品クレジットこちらでございます。ハイネックになってるのに首が細く見えるし、これザクレームもすごい可愛いし高見えするニットかなと思います。そしてデニムの商品クレジットこちらでございます。結構形綺麗で素材感もしっかりしていたので今回ご紹介します。あとはちょっと今回バッグもゲットしたんですけど、商品クレジットこちらでございます。コーデの差しとかにできるような結構使い回し効くバッグになっております。はい、全身着てみるとこんな感じでございます。じゃあ結構カジュアルなコーディネートにしてみました。シューズもスニーカーはしております。これパンツがね結構ストレートの形がすごく綺麗に出ていますね。素材もめっちゃ厚手ってわけでもなく、夏とかに履く薄手のデニムまではいかない秋デニムって感じかな。真冬に履くとちょっと寒いかな。でも形めっちゃ綺麗です。でトップスがね本当に形がめちゃくちゃ可愛いんですよ。さっきもやったんですけど、この首周りのねここがさすごいスペースがしっかり空いてるので首が細く長く見えるし、結構ざっくりとしたねちょっとローゲージっぽい感じのね編み方になっているのも可愛いです。
で丈はアウトスタイルで着るとベストかな。なんか生地がねこれニット結構分厚いの、厚手だからこそインするとちょっとモコつくかな。まあ前だけインだったらまあまあいけるけど、多分フレアスカートとかにこれをインしてグッとウエスト絞ると多分お腹周り分厚くと思うので、アウトスタイルが好きな方におすすめかなと思いますね。でもこのニット自体はすごくもうクオリティ高いし、この部分が横に広いのでお顔がキュッとちっちゃく見えます。こうなってるよりもこう余白があった方がやっぱお顔はちっちゃく見えるので、すごい小顔に見えるニットかなと思います。てかめちゃくちゃ途中に余談挟むんですけど、前髪をね作ったんですよ。ちょっと韓国っぽいわ。この横毛も太めに作ってつながるように作ったんですけど、これしたらお団子とかした時にめちゃくちゃ小顔に見える。これしたら痩せたって周りに言われるようになったので、ちょっとおすすめ。いつも担当してくれてるね美容師さんがやってくれたんだけど、おちょちょめです。あ、でバッグサイズはね結構小さめです。手のひらサイズぐらいなので、まあお財布とリップぐらいかな。素材の音聞いてください。なんかこんな感じの結構カジュアルにギャンフリしたような素材感になっているので、こういうデニムにニットとかの合わせのコーディネートとかの時にめちゃくちゃおしゃれに見せたいっていう時におすすめのコーディネートになっております。ラストで、ラストはですね、ずっと欲しかった、じゃーん、バラクラバ頼みました。めっちゃこれ欲しかったの。トレンドの徹底解説っていう動画を毎年出してるんですけれども、今年はバラクラバがもうめちゃくちゃトレンドになっていて、もう絶対にゲットするぞと思ってずっといろんなサイトで見てたんだけど、どこで買おうかなって思ってて、ちょっと髪の毛やば。まあとりあえずグリールで頼んでみようかなと思って頼んでみました。なんかもう髪の毛すごい。商品クレジットこちらでございます。今回はグレーとアイボリーの2色を頼みました。ちょっと待って、いや、みんな見慣れないだけかもしれない。なんかコーデが悪いのかな。私の思ってたやつと違うんだけど。おかしい、絶対。ちょっと待って、私似合わんのかも、バラクラバ。ワンちゃん、ちょっとみんなは多分似合うと思うんですよ。ちょっと待って待って、私楽しみにしてたのに。私この冬めっちゃバラクラバ大活用させたいと思っててさ、みんなどうやってかぶっとるんや。あ、写真とかやったら漏れるんかな、こういう感じで。グレーもかぶってみますね。あ、グレーの方が似合うくない？まだどう？そう、みんなちょっと引きで見て、グレーの方が似合うのかもしんないわ。でもなんか可愛く見えてきた、ちょっと。あ、よかった、これ多分見慣れるのが大事かも。なんか最初かぶった時多分自分赤子かなと思っちゃったんだけど、可愛い。でも多分合わせる服にもよるね。こういうニットとかよりもやっぱこういうなんかフィティングっぽいアウターとかに合わせた方が可愛いのかもしれないね。でもバラクラバ今年ほんとトレンドなので、ゲットした方がいいと思う。一個ぐらいはね。ちょっとこんな感じでもうちょっと終わりなんですけど、エンディング行こうかな。ぜひ冬のお買い物の参考にしていただけるとすごく嬉しいです。それではエンディングへレッチゴー。以上、グレイビの冬服新作紹介でした。本日もお忙しい中動画をご視聴いただき本当にありがとうございました。インスタグラムつめちゃって、めっちゃ噛んだ。もうバラクラバの完全に持ってかれてる、引っ張られてる。バラクラバ自分が似合わないっていうやつに、インスタグラムやツイッターもやっているのでぜひ遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしまーすよ。バイバーイ。ピーピーしちゃん、おまけおもちです。見てくれてありがとうございました。ちょっと待って、あら、私バラクラバマジで楽しみしてたのに、バラクラバ自分似合わんことにすごいショックがでかいです。もうちょっとボサボサちゃんになっちゃったんですけど、でもさ、ちょっと後半はさておきさ、前半のさベストとかのコーデめちゃくちゃ可愛くなかった？てかちょ、中盤でも言ったんだけどさ、マジでここの髪の毛みんな作るの超おすすめだよ。本当に顔ちっちゃく見えるから超おすすめです。そうだ、ちょっとみんなに一個見せたい写真あるから、もうこの画面終わります。バイ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 。この前髪をさ作ったじゃない、この前それでお出かけした時に撮った写真がこちらなんですけど、めっちゃ顔ちっちゃく見えたね。ここでこれが伝えたかったの、みんなに。この髪作んのめっちゃ髪結んだ時に漏れるからおすすめ、そんだけみんな見てくれてありがとうね。情報硬すぎて草。じゃあね、みんな見てくれてありがとう。コメント楽しみに待ってます。じゃあねー。